はい、撮影再開します。前回の続きです。向こうの方がね、遊郭っぽい住宅でした。で、今度は店舗の方に行くんですけど、まあ理髪店だったみたいですね。残留物も結構豊富らしいので、ちょっと楽しみにしたいと思います。はい、じゃあちょっと店舗の方に行きたいと思うんだけど、もうこれ天井上崩れちゃってるから危険、危険マジで。これでもお客さんに、お客さんを通すための、あ、取れちゃったお客さん通すためのトイレですか、これ。場所的には。あ、え、でもこれ、汲み取りか。ポットンだ。これどうしよう。どうしよう。つかないか。ここ置いときます。ねえ。あ、でもなんか複雑な作りですね、これ。いや、これすごいな。でもやっぱり、ここ雪多いんですよね、確か。雪害でやっぱり魚の仕掛け。あ、これそうなんですか。そうですね。琵琶湖があるんでね。はい。あ、いいとっくりが落ちてる、これ。あ、また俺、そういや手袋すんの忘れた。また怒られちゃうちょっとね、後でちゃんと手洗いますね。すいません。え、ここはお風呂。ここお風呂ですね。あ、でもなんかね、僕思うんですけど、昔のお風呂って、まあ、五右衛門風呂はいいとしても、こういう放浪のね、お風呂って、なんか人が体育座りでやっとって感じの、くつろげないですよね、これ。いや、これすごいな。天井も崩れてるし。あ、見た通りのやつだ。あ、はいはい、あでも日本人形もある、あそこに。へえ、ちょっとじゃあ、え、これはマッサージチェア。マッサージチェアですね。あ、じゃあ結構いけない本がありますね。はい、これ多分モザイクですこれはね、どうしようかな。でもね、僕ちょっとこういうのチェックしちゃうんですよね。あー、これはダメだ。あ、でもちょっと待って、これめちゃめちゃ古くない？古いっすよね。これもうずっとモザイクかかってると思うんで。あー、はい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 。うーわ、これこのね、表紙のお姉ちゃん2人が、これ昭和これ50年代でもちょっと遅くないですかね。これね、ちょっとあのモザイクかかってますけど、気になる方はこれツイッターに上げとくんで気になる方はツイッターの方をチェックしてみてください。はいいや、これこれやばいだろう。これなんすか、これあ、ちょっとね、女性の方も僕の動画いっぱい見てくれてる人いるんで、もうやめときますもっと見たいんだけど。あ、これなんかありましたよね、 M さん開けてたの。そのままに残った。はい、あ、生活用品だ。あ、割り箸とか。面白いな。でもここの人って結局理容店をやってて、後継ぎがいなくてもう廃業しちゃったって書いてね。へえ、でもマッサージチェアとかあるから結構生活レベル高かったんじゃないですかね。そうですね。あ、営業時間、そうですよね、第3月曜は休みですもんね利用店って。へえ、これなんだろう、廃品回収。7月、昭和昭和だって。へえ、ってことはこれだいぶ前かな。いや、もう結構、あ、なんだこれ、これはあれですね、胡椒か塩かのレトロですね。こんな形見たことないな。これ何本も入らなくないですか。ねえ、ねえ、ちっちゃい、一回一回詰め替えるの大変そうだけど。へえ、面白い。あ、だからこれが本来の、あ、これ爪楊枝か。爪楊枝ですね。ねえ、へえ。でもしっかりしたこの切り子じゃないですけどねえ、なんかそういう感じにも見えますけど。へえ、
今この灰皿もあんま見ないですよね。そうですね。ねえ、懐かしい感じ、懐かしい感じがする。僕これ島木ジョージぐらいしかねえ、もうねお亡くなりになりましたけど、そうですね、島木ジョージが頭叩く道具としか僕認識してないんで、僕タバコ吸わないんでねはい、はあ、面白いな、面白いですよ。あでもなんか不釣り合いね、ダンキンドーナツのマグカップあったり子供さんいたのかな、いたじゃないですか、ここに子供のおもちゃ、あそうですよね、今ありましたね、子供さんのエロ本じゃないですよねこれねえ、ちょっと子供が見るにはマニアックな種類だなと思って、こうモザイクです、モザイクこう僕バンされちゃうんでね、こんなの写したらいやでもこれあのソロ版珍しいんじゃないですか、あ、本当だ、あの下のやつが5つあります、あ、ほんまや、これって4つですよね、はい、普通はね、結構古いと思いますよ、へー、骨董価値あるのかな。このカレンダーっていつですか。うわ、1989年11月12月なんで、まあその時まではいたんでしょうね。89年、昭和何年だろう。わかんない。ちょっと2階は後回しにして。55年、56年ぐらいかな。うん、2階もね。あるみたいですね。2階は行ったことないんですけど、ガランって言っちゃったかな。あ、ガランですか。ちょっと後で行こうかな。あ、先に店舗って言っちゃったんで、店舗、あ、あれあれ、あのドライヤーですよね、あれ。ほんまですね。ねえ。ドライヤー、ドライヤーかな。ドライヤーじゃないですか。おお、怖いな。床抜けそう。はい、床抜け注意。怖い。いや、違うな。なんだろう。ある日ちゃん。わかんない。あでもやっぱお子さんいたんですね、子供用のチェアがあるし ね、うん、ねえおもちゃもあるし、うーん、いやすごいこれね、あここ和室だったんでしょうね、神棚あるし、あ神棚じゃない、その壁の感じが懐かしい、床もあるし、この土壁ってなかなかね今もう最ねえ、いやなんか日本人形が、おお床が抜ける、日本人形がなんかちょっと寂しげに、いやーもったいないなあ、人生ゲーム、これってどこかのお土産でしょ、この黒いやつ見たことありますよ僕もあのウイスキーの瓶かな、それか、そうですね、だるますね、ねえあのサントリー、はい、へえ、あいろいろ残留物ある、でもまあいらないものは全部置いてっちゃったって感じですよね。相続人というか、すごいな。いや床す、はあ、残留物めちゃめちゃある。なんだこれ。子供のおもちゃとか、あこれこたつの中のやつだ。昔はこれ床に置くんですよね、確かね。そうですね。ね、今みたいにあの天板の裏についてるとかそんなんじゃない。この東芝のね、ロゴが古いっていうのがもう。1972年。あ、ボーリングのピン。1972年。ふぉ。あ、サインが入ってる。誰よ。プロボーラーですかね。ねえ。へえ。こういうのも置いてっちゃうんだ。でもまあこれおそらくここのご主人の。残留物だと思うので、あでこちらが店舗になりますね、利用店の、あはいはい、あなるほど、そんな感じする、利用店いつまで営業してたのかな、ここ向こうにボイラーもあるしな、へえ、あこれ見た見た見たM さんの動画で見ました、これどうなんだろう、結構お高いですよね、結構昔の割にはレギュラーコース挑発2800円、でもちょっと待って、これ乳児2000円って高くね、切るとこないでしょうだって
女性で顔剃りってやるんですかね。ねえ、そんなとこにこだわるなよっていうなんか声がありそうですけど、へえ、ちょっと高いですよね。これでも昭和の終わり頃まで営業してたにしては。昔、僕中学生の時で、なんか1000円ぐらいで髪の毛切ってもらってた記憶あるんですけどね。昭和の終わり頃。あ、だからさっき釣り具が落ちてあったから、やっぱりこういう釣りの本とかが結構いっぱい残ってますね。へー、あー、これ思い出す向かいの蔵だっけな。やっぱりこういうので練習するんですよね。だけど髪の毛これカットしちゃったらもういらないからってああいう風に捨てるのかなと思って。ですよね。あ、でも床屋って感じがする。ここあれですよね、確かあのドライヤーとか入ってた。そう、ドライヤーとか入ってましたね。あの手動のバリカンですよね。 すげえこれめっちゃレトロじゃない。レトロっすよ。いやこれすごいな。うわー、へえ、これは油さしたらまだ使えそうですよね。使えますね。ねえ、へえ、もったいない。これ今こんなのもう多分作ってるメーカーもないんじゃないですか。ないでしょうね。へえ、すごいな。これ下も、あ、下もなんかいっぱいある。ヘアアイロン、昔のやつ。うわー、でももう廃業しちゃったって感じしますね、やっぱり。ヘアアイロンでこれ今どんなやつ現代。あー、すげえ、すげえ、なんだこれ、なんか火箸みたいに見えます。これコンセントついてるってことは熱くなる、ね、いや熱くなるんでしょうね。すごいですね。でもこれ面白いですね。これ熱くなったらモテるんですかこれ。すね。うわ、すげえ、そんなの見て初めて。これヘアアイロンですよ。ねえ、あの僕の動画見てる女性の方々、昔こんなんやったらしいです。これでも熱がダイレクトにいって髪の毛チリチリになりませんかね。痛むでしょう。ねえ、いや、すげえ面白いですね。これもったいない、もったいないけどどうしようもない。どうしようもない。ちゃんと戻しておきます。いやー、すごいな。面白いですね。やっぱり理容店、理髪店の廃墟ってなかなかないんでね。あっても最近だったりするけど、ここはやっぱり年代が。あ、そっちですか。じゃあドライヤーって。僕ね、ボトルディガー M さんの動画って結構見てんですよね。レトロ。いや、これはこれで、でも多分アンティーク好きの人が絶対欲しがると思う。いや、ほんまにあの SF 映画に出てきそうな。ですよね。いや、これもったいない。もったいないけど、これコンセント挿したらビリビリってきそうな気しますよね。そうですね。あまりにも古くて。へえ、これでもここ場所教えちゃったら多分取りに来るやついるだろうから、もう絶対にこれ場所教えらんない。僕はご厚意でね、今日撮影させてもらってるんですけど、あ、バイクがある。これプラモデルか。なんだろう、僕バイク好きなんだけど、鈴木わかんないです。へえ、いや、でもここにだから挑発用の椅子があったんでしょうね。それがなくなってるから、ね、移転したのかな。どうなんだろう。それかもしくは挑発台、挑発の椅子はどっかに転売できたのかな。いや、でもすごいな。え、これ何、これトロフィー利用コンテストとかなんかそういうのやったんですかね。あ、昔のクリームとかもまだ、あ、空だけど、
これ今も売ってんですかね。いやーすげえなこれ。製造年月日よかったら面白いんだけど、なんかよくわからない機械。万力、万力何機械これ。万力かな、よくわかんないですけど、なんかこう回して止める系だから。へえ。いろんなものが置いてますね。まだ残ってますね。釣り竿がある。釣り竿、Mさんで釣りやらはるんですか。昔やってましたね。ブラックバス釣りですけど。あ、やっぱりね、滋賀の人って、はい、バス釣り趣味な人多いですね、タイルもあって。わ、何これ、薬品、薬品、栗、うわ栗の甘露に、え、これなんか液体入ってるけど、これでもあのね、古いと思うんですけど、これね、はい、裏見てもらったら今のガラスって大概ギザギザ。そうか、そうですよね。これないっていうことはかなり古いです。これがボトルディギングの方の知識です。そうです、かなり古いです。だからギザギザがない方が瓶は古いんですよね、はい、そうです、そうです、ね、それを踏まえた上で僕もね、最近廃墟行ってちょくちょくね、ここ掘ったらなんか出るんじゃないかなとか言ってますけど、これはもうね、Mさんの影響です僕。うわ、これ粒にって、これ中真っ黒ですけど、すごいな。これ、これでも古いんじゃないですかね。古いっすね。これもギザギザないですよ。ですね、古いっすね。はあ。これだから Mさんとかだとこういうの、これあれですよね。なんか。なんて言うんだろう、名前かなんかが入ってると。そうそうそう、名前が入ってたらいいんですけどね。貴重なんですよね、まあ、これでも十分、これ多分ウニ瓶ですね。これでも中もウニの関係だったらこれやばいですよね。今食べたら、ね、へえ。理髪店って感じしませんか、ここ。黒のタイルで、あそこでおそらく髪切ってたのかな。鏡が、まあだけどほら、ここ3椅子が3つぐらいあったのかな。棚が3つあるんでね。へえ。ですよね。このなんて言うんだろう、シーリングじゃなくて電気、電気。いやー、でもあそこにね、スポットのライトもあるんですよ。ここになんか新しいものと古いものがね、混在してるんで面白いなと思って。いや、ここダメだ。これボイラーあるんだけどな。ここなんとか上がれますね。ん？なんとか上がる。あ、これ、あ、階段ある。ここ結構この上、残留物がすごいです。あ、マジですか。はい、じゃあちょっと2階はまたこれね、時間が長くなってきちゃったので、いや思ったよりこれ三部作で面白いかもしれない。これパロマの昔のガス給湯器。でかいっすね。でかいっすね。今こんな大きさ。これ給湯器っていうよりもボイラーっていうレベルの大きさ。へえ、あ、なんかいっぱいぶら下がってる。へえ、じゃあちょっと今回も動画長くなってきたので一旦ここで撮影止めて、今度はね、階段がね、なぜか2つあるんですよね、ここ。あの2階の撮影をしてこの物件終わりにしたいと思います。はい、じゃあとりあえず次回の動画でまたお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。